どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は、8人レイドの方ですね。因縁の終わり、いよいよ15段階目に挑戦してみたいと思います。それではスタートしまーす。これはスキップしまーす。さあ、集合オンしてる。オッケー。ダメージが痛いな。あっと1000の攻撃きた。逃げる。ここ叩けるか。あっと、これ触ろう。いや、これ入ってるか。大丈夫か。敵のダメージが痛いな。おっと、これ間に入って。死の星バルデルに来てるんで集合オフして、バルデルだけ逃がす。いや、ちょっとここら辺で、オッケー。さあ、これだ。これ逃げないとまずい。これ逃げないとまずいよ。これ逃げないとまずい。逃げれてるか、逃げれたか。ペット使います。ちょっとカリンが、カリン待って、カリンさん待って、カリンさん待って、カリンさん今だ。あーっと死の星来た。セレナだ、セレナ、セレナずらして、セレナずらして。あー、ちょっと待って、集合オフ、危ない危ない。集合オン、ギリギリ危なかった。今集合オンしたまま逃げてた。さあ逃げ、あっとっとっと、行き過ぎた。逃げて、ここで大丈夫か、叩けるか。クールタイムリセット、オッケー、いいよ、悪くない悪くない。あ、来た来た、これ逃げて、これ逃げて、これが早い、これが早い、これが早い。ギリギリか、ギリギリか、ギリギリかわしたか。あっと、飛んできた飛んできた、逃げて逃げて、叩きたい叩きたい。死の星来た、バルデル。死の星来た、バルデルにだけ逃がす。オッケー、集合音して。いや、狩りに合わしとこう、狩りに合わしとこう。あっと、来た、飛んできた、飛んできた。逃げる、逃げる。あっと、狭いな、これ。これ狭いな、これ大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。危ねえ、危ねえ。もう少ししのげればいける。もう少ししのげれ、頑張ればいける。あー、これ来たかー。いや、これ、ここはちょっとかわしたいな。ここかわしたいな。ここかわせばいける可能性あるぞ。オッケー、かわせた。あー、もう一発来た。逃げて逃げて。やべ、カリン様頑張って、カリン様頑張って。あ、コゼットが竹取ってる。コゼット逃がして、コゼット逃がして。蘇生入った、オッケー。あー、やられたか、大丈夫か。もう少し、もう少し、あと 2%! いけるいける、頑張れ頑張れ、オッケー、いけた。いやー、結構、きつい戦いだった。何度も蘇生を入れながらの。あー、難しかったな、これ。あー、またこれ出ちゃった?いらないやつ。いや、なかなか激戦でしたね。ちょっとこの編成がいいかどうか、ちょっと微妙な感じがしましたね。ちょっとキャラも育ってないので、まあ、とりあえず、無事難易度15をクリアすることができました。よかったです。一応使った編成の方をお伝えしておきたいと思います。ちょっと細かく見せようと思うので、装備の方で見せていきたいと思います。で、バルデルさん、ステータスはこんな感じです。で、バリオン装備で、怒りの首飾り。で、あと、超人の耳飾り。超人の制約化を2セットつけて、通常攻撃ダメージ 50% 上昇にしてます。
で、コゼットさん、コゼットさんもバリオン装備。で、満月の制約ですね。を2セットつけてます。で、あとサレオスの指輪ですね。ちょっとアタッカー2枚必要かっていうのがちょっとわからないですね、まだ。で、次、カリンの方。カリンの方はサレオスのセット装備。で、怒りの首飾りを1つと、不死を2セットつけてますね。で、ルディ。ルディは、アバランチの装備。で、怒りの首飾りと、あとリザドリアを2セット。で、次誰だ ?8 人いると忘れちゃうな。ヘンリーですね。気象のヘンリー。気象のヘンリーがリザドリアの装備。で、不死の耳飾りと、あと何だろう。ちょっとこの辺は結構適当ですね。次元支配者の首飾りとギガンテスの指輪ですね。回復量が上がるやつですね。で、セレナさん。セレナさんは、ギガンテス装備。回復力が攻撃に依存するということで、ギガンテス装備にしてみました。で、サレオスつけてますね。サレオス2セットと、次元の支配者の指輪。まあ、この辺はちょっと余ったやつつけてる感じですかね。いいやつがないんで。で、次、シャイ。シャイは、傭兵団長のセット装備にしてみました。で、怒りの、耳飾りを1個と、あとは回復と、ギガンテスの首飾りと、これなんだっけな、不屈の指輪ですね。ダメージを抑えるやつですね。で、あとラスト、気象のバルデルさん。バルデルさんの方は、傭兵団長のセット装備。まだ全然強化できてないんですけど。で、あとリザドリアを2セット。と、これな、何かな?自分でもよくわかってないんですけど、蜃気楼の指輪。うん。いらないかもしれないですね。多分いいやつがもうないので、適当につけてますね。じゃあ、使ったキャラクターの潜在力の方。まあ、15段階っていうことで、節目なので全部紹介していきたいと思います。で、バルデルさん。バルデルさんは全部マックスです。で、コゼットさんが、攻撃力と HP がマックス。で、カリンさん、防御力と HP がマックス。で、ルディさんはこんな感じです。で、気象のヘンリー。気象のヘンリーはこんな感じになってます。で、気象のセレナですね。セレナは結構鍛えましたね、これでも。鍛えた方です。ちょっと攻撃力をやっぱ多めに鍛えてます。あと、攻撃と HP をちょっと重点的に上げてますね。まあ、そんなに強化できないんですけど。で、シャイの方は HP をちょっと高めに上げましたね。少しだけ。で、あと、バルデルさんなんですけど、バルデルはまだ全然強化しきれてないです。で、また、またって言っちゃった。一応、そうですね、ルディさんを入れた理由なんですけど、まず、防御力上昇のバフがある、で、あと、どれだ?まあ、一番強いのはこのガード率とリンクが上がるやつですね。リンクが上がることによって受けるダメージを、まあ、周辺にばらまくっていう感じなんですけど、まあ、ダメージを分散するみたいな感じの効果があるので、リンクが。で、これが15秒間なんですけど、クールタイムが37秒あって、15秒間だけなんで、それ以外は、リンクができないということで、それを補いたいと思って、バルデルさんを入れてます。
で、バルデルさんは、3人だったかな、自分と近い味方、距離にいる味方3人にリンクを貼るんで、これもスキルクールタイム40秒で15秒間なんですけど、まあ、少しでもこのリンクを貼りたい、プラスパッシブで、まあ、少ない減少効果なんですけど、受けるダメージ減少効果 7% ということで、まあ、火ダメも減らせるということで、バルデルさんも入れてみました。で、あとはまあ回復ですね、シャイとセレーナと、ヘンリーの方はもう回復要因として入れてます。で、じゃあ潜在力はいったから、新勢力、新勢力は、1段階は全部マックスになってます。2段階は関係あるかな、わかんないんですけど、まあ、こんな感じですね。で、あとマスタリーの方、マスタリーの方もこれが最適かどうかわかんないんですけど、まあ、前回お伝えした通り全部防御入りにしてます。レベル5が味方の防御力 3% 上昇で、封印された力、対象の攻撃力 5% 減少で、レベル25は味方の攻撃力が 3% 上昇で、レベル35が味方のガード率が 10% 上昇、レベル45が味方のガード率効率が 5% 上昇で、レベル50は味方のスキルダメージが 20% 上昇、あと65はいきか、70が敵から受けるダメージが 7.5% 減少、75が味方の防御力が 10% 上昇で、95の方も8人レードで味方が受けるダメージが 10% 減少ということで、もうほぼっていうか全部防御入りですねにしました。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。